ちょっとこんなことを配信で言うのもあれなんだけどさ、24時になってさ配信をつけようと思ったら、普通に上の階っていうか別の階にいるお父さんから電話がかかってきて、え、なんかあったのかなと思って、え、どうしたのって言ったら、あ、いや寝てたのかと思って、あ、大丈夫なら大丈夫って、いや、もうそこまでは良くない、別になんか過干渉じゃないけど、これ見ているんだろう、配信越しで言ってやるよ、そこまでは大丈夫だよこれは親子のやり取りを配信を通してやってると絶対に見ているだろう、ちょっとやりすぎだそれは。うん、まあまあまあね、なんか最近それこそね、まあ寝過ごして裁判が起きたりとか、うん、まあちょっと心配させてしまっている嫌い普通にしまっている部分があるので、まあちょっと遅くなったらね、っていうのもあるんですけど、その親の世間体とかの段階じゃないから配信はね、あなたはもう見すぎなんだ、まあ、こんなことを配信で載せて言うことじゃないけど急に電話、逆に配信始めるっていうのに電話かかってきたらそれを上回る何かかと思うじゃないか、まあまあね、まあいいんですけど、はいもうね、もういいんだよ見なくて、あなたが見るからいろんなことができない、本当はボイス売りたかったらどうするんだ、まあ、そんなことはないんですけど、はい、このあとなんか変なコミュニケーションがあったら嫌だな、こんなことはしなければよかった、はい、ということでねはい